DM 専門店ラブレターズ郵便料金というのは一律ではないわけですね。割引制度はたくさんあります。料金高の料金別の広告郵便。そして、えー、タウンメールとかタウンプラス、えー。いろんな種類があります。そして私たちはそれを共同で出すことによって安くするコープメールというものもあります。このような郵便料金を安くする方法が まず一つあることと、そしてこの DM に私たちの QR マジックをつけることによって、商品の説明が動画で、それから例えば旅館だとすると、おかみさんが旅館の今の季節の案内を動画で出すこともできるわけですね。そしてそこからまあホームページもしくはランニングページに行って、予約を受け付けるとか、今はうちは GoTo キャンペーンやってますとか。 まあ今のお食事はこんなおもてなしができますよ周りにはこんな遊ぶところがあります景色がいいところがありますっていうのも一つの QR コードから全部そこに出せるわけですねこの DM 専門店ラブレーターズっていうのは一つはコストダウンする方法もう一つはより効果を上げるためのコンテンツ制作これを併せ持ったものが DM 専門店ラブレーターズと言いますこのような運営する人たちのための情報は、私たちが動画でマニュアルを作っておりますので、e ラーニングで覚えていただいて、今日からでも印刷のことに詳しくなくても、DM 専門店ラブレーターズを開局することができます。今、対象にしているのは文具店とはんこ屋さんです。これから とても、えー、厳しくなる時代に、えー、地域の DM の相談は我が社へということで今皆さんにお話をしているところでございます。